私はみつきのお家と仲が良かったからそういうことも知ってたけど、そんなあ、簡単に言えばお祭りですね。100年ほど前は島を挙げて盛大に行われていたそうなんですけど、最近では各家庭でクジラ神様に願いを捧げる行事になってます。はい、知ってる人も多少いるとは思いますけど、ひな祭りや子供の日を知ってる人全員が桃の節句や端午の節句の由来までは知ってるわけじゃないというのと。Sorry about that, guys. I was talking to myself. じきに島民の人たちの間にも広がる。